ババアもやっともらってくれる人が現れたの。私よりも10年も長く生きてるのにやっとかよ。こんな売れ残り女をもらってくれる男の顔が見てみたいよ。ま、どうせその男も大したことないんだろうけど。 そういうこと言うのやめてよ。りさクは本当にずっと変わらないね。私のことをそんなに見下して楽しい楽しいとかそういう話じゃないんだよ。お姉ちゃんって私よりいいのって頭くらいだよね。顔も私よりブスだしさ。なのにいつもチヤホヤされて調子乗った結果腕残りよ。 そういう言い方はないでしょりさ子だって可愛い,いってずっとチヤホヤされてきたじゃん。私に嫌がらせをする理由がわからないんだけど。嫌がらせなんてしてないよ。私は本心で話をしてるだけ。だってお姉ちゃんって見ててもネタばっかなんだもん。よくそんなんで結婚相手見つかったよね。奇跡じゃん。はいはい。ここで私もご報告です。 実は、私も結婚することになったの。あ、そうだったんだ。それはよかったね。おめでとう。うん、ありがとう。私、お姉ちゃんより10歳も若いのに、同じ時期に結婚しちゃって。なんか、マジごめんね。お姉ちゃんの晩婚が目立っちゃうね。 なんだかわざと臭いわね。でもいいのよ。私は別に気にしてないから。結婚は早ければいいものじゃないと思ってるし。ふわー強がっちゃって。そういうの相変わらずダサいよね。でさ、結婚式の日程だけど、お姉ちゃんと結婚式の日程、被せるね。え、どういうことお姉ちゃんの結婚式の日って、大安じゃんちょうど結婚式あげるのにいい日だし。私も同じ日にしようと思って。え、でも、大安の日なんてたくさんあるじゃん。何もわざわざ同じ日にしなくても。その方が絶対 面白いじゃん。これでお姉ちゃんと私の優劣がはっきりするっしょどうせ家族全員私の式に参加するけど。そうなのかな。でも私の方が先に結婚式の日程決めてたし、同じ日程にするのはさすがに印象悪いよ。いやいや、どう考えたってみんな美人で若い私の結婚式のが見たいでしょブスババアの結婚式なんて見て何が楽しいのよ。寂しい結婚式になると思うけど、とんまい。 それ、旦那さんも知ってるの普通姉と同じ日に結婚するなんて知ったら反対するもんなんじゃない言うわけないじゃん被せてきたのはあんたってことにするに決まってるああ、なるほどね。私を悪者扱いするってことか。そもそも !38 にもなって未婚の姉がいること自体恥ずかしいよ。よくその年で堂々と結婚式なんてしようと思うよね。もういいよ。 好きにして。受けるすげたのまあいいや。私アパートに戻るから、今日も美味しいコーヒー作って持っててきます。カフェではいい顔して働いてるらしいね。みんなよく騙されるもんだわ。そりゃニコニコ働いてますから。ま、あんたみたいなブスが愛想振りまいても仕方ないしね。だからあんたには理解できないんでしょうけど。はいはい。いってらっしゃい。 あやこ先輩、お疲れ様です。あの、実はとても言いにくいのですが、この度僕も結婚することになりまして。うん、神田君お疲れ様。え、そうなんだ、おめでとう。ありがとうございます。でも、お話ししたいことがあります。どうしたのその、結婚式の日程が。 実は先輩のと被ってしまって、参加できなくなってしまいました。ああ、そうなのそれは残念。でも仕方ないよ。自分の結婚式だし、しっかり楽しんでおいで。ありがとうございます。でも、あやこ先輩には本当にお世話になってますし、申し訳なくて。それはさすがに仕方ないわよ。だから気にしないで。私こそ、神田くんの晴れ姿が見れなくて残念よ。そうなんですよね。だから日程をずらそうと話をしているのですが、彼女はどうしてもこの日がいいらしくて、なんかこだわりが があるみたいであら、そうなのね。まあ、お嫁さんにも色々思うことがあるんでしょ。でも、神田くんってまだ付き合って数ヶ月って言ってたよね。結婚を決めるのはかなり早いわよね。そうですね。彼女の結婚願望が強すぎて、すごいせかされたんですよ。そうなのね。まあ、カップルにはそれぞれやり方があるしね。お互いが幸せならそれでいいわよね。はい、そう思っています。そういえば、彼女とはどこで出会ったんだっけ 彼女はカフェで働いてて、それで声をかけられたんです。それから真剣に付き合うようになって。はあ、そうだった。私の妹も、そうやって今の婚約者と出会ったって言ってたな。今の若い人たちはすごいわね、積極的で。それは面白い偶然ですね。妹さんも婚約されてるんですか 結婚ラッシュですね。うーん。かなりの昭和の女で困ってるけどね。それこそ、私の結婚式の人被せてくるような女よ。え、マジですかそういえば俺の婚約者も。 そんなこと言ってました。彼女の場合、お姉さんがわざわざかぶせてきたらしくて、わざわざそんな性格悪いことする人っているんですね。え、そうなんだ。あんなに性格の悪い女はそうそういないと思うけど。あや子さんって結構妹さんと仲悪いんでしたっけずっと仲悪いんですかまあ、そうね。 結構ずっとこんな感じかも。昔から私のものを奪うのが好きで、彼氏にも手を出して。でも今の彼は妹に目もくれなかったから、それが結婚に繋がったっていうのはあるかもな。え、彼氏を奪われてきたんですかそれは結構腹立たしいですね。私のものを奪って返してくれたこともないし、小さい頃から私が賞をもらうのも嫌で破かれてた。私が運動会で活躍するのが嫌で階段から突き落とされて骨折させられたこともあったわね。え、 それサイコパスじゃないですか。実の姉にそんなことできる人初めて聞きましたよ。よくそんな生活耐えてきましたね。まあ、最終的には素敵な人に巡り会えたし、彼なら大丈夫だと思えたのも、妹になびかなかったからっていうのも大きいからね。判断材料にさせてもらったと思ってる。そうですか。通りで彩子さんの心は広いわけだ。いろいろ鍛えられてきたからね。 なら、なおさら、綾子さんの結婚式に参加できないのが、すごく申し訳ないです。だから、それはいいって。お互い、事後報告を楽しみましょう。はい。ありがとうございます。じゃ、また会社で。 今日は寂しい結婚式の準備。できたどうせ招待する人もいなくて恥ずかしいんでしょお姉ちゃんの結婚式とかぶっちゃってごめんね。行き遅れ女よりも私の式に親族全員来るってさ。そんなことより、あんたの婚約者、土下座してるよ。えどういうことご機嫌そうなところ溝を刺すようで悪いけど。あんたの婚約者にはあんたの本性全部教えたから。もう結婚はやめるってさ。は 何の冗談よ。ババアが今更負け惜しみでもしてんの本当のことしか言ってないわよ。どういうことよ。今朝仕事でギリギリに式場に来るとは聞いてるけど、もうすぐ来るはずだから。そしたらあんたの嘘も終わりよ。彼があんたと式を挙げることはもうなさそうよ。こんな昭和の女との結婚をやめるんですって。 さっきから何言ってんのそもそも、なんであんたが私の婚約者のこと知ってるのよ。そりゃ知ってるわよ。だって、あんたの婚約者って、私の会社の部下だもん。えいやいや、さすがに、嘘でしょ、それは。ほんとよ。今朝、急遽お得意様の案件で問題があって、私たちどちらも朝から対応しなくちゃいけなくて、そこで発覚したんだから。え マジでそんなことあるあんたたち何を話したのよ全部話したわよ。あんたがペラペラと私の悪口を言っていたけど、全部嘘だったってこと、教えてあげたわ。はそんなんで彼が信じるわけないでしょ信じるも何も LINE の証拠を見せたし、神田くんはいつも私と働いてるから、人柄ぐらいお互いわかってるわよ。あ,あ、そう。それで どうなったのよさっさと彼のこと返してくれないだから言ったでしょ彼はもう、あんたと結婚する気ないって。はなんでよすごくまっすぐで、純粋な人だからこそ、今まであんたのことを疑ったりしなかったみたいだけど、あんたの性悪さに気づいてしまったみたいだから、今、あんたの代わりに、土下座で私に謝ってくれたんだよ。はぁ そうなるのよ今更そんなこと言われても困るんだけどだって、お互いの親族がみんな集まるんだよああ、それなら半分は心配ないわ。あんたの親族はみんなこっちの結婚式に来てるから。え どういう意味あんたが私の結婚式の日程に被せた時点で、親族はみんなあんたの結婚式には行かないって話になってたみたいよ。なわけないでしょみんな結婚式には参加してくれるって言ってたし結婚式には参加するけど、日程は変更しなさいって言われてたでしょうが。 参加するのは私の方の結婚式よ。そうだったっけそんなの私覚えてないんだけど。なんでこんなことになってるのよ。いつもあんたがやることは適当だからでしょ親族は誰もあんたのこと相手にしてなかったわよ。また姉に対する嫌がらせを考えてるのかって。またって何よまさか気づかれてないと思ってたのあんたがいつも私に嫌がらせをしてたの。みんなしっかり気づいてるわよ。え、マジでなんで 明らかだったでしょうが。でも昔、あんたのことを親が叱ったら、あんたぶちギれて私への態度が悪化したじゃん。だからもう距離を置いて放置することにしたのよ。それで結婚式もお姉ちゃんの方に行くってなったのそうなの不平等じゃんいつまで子供みたいなこと言ってるのよ。人のことババア扱いするのは勝手だけど、あんたはさすがに考え方が幼稚すぎるよ。 なんですってま、そういうことだから。あんたの婚約者は私の結婚式に参加するらしいので、あんたは寂しく家にでもいれば。ふざけんなさっきからカイトと連絡取れないの電話に出ろって言ってよあんたの性悪さを全部話しちゃったから、あんたには失望してるってさ。わざわざこんなに性格の悪いことをしなければ、誰にも嫌われずに幸せに結婚できたのにね。分かったわよ今までは、ちょっと性格悪かったかもしれないけど、もうやめるから、婚約者には弁解しておいて今 ら結婚式を中止なんてダサいし無理全然反省してないみたいね。まあ、今日は私の結婚式に免じて放置するけど、今後は私の人生に関われないようにしてやるわ。昭和る女はそのまま地獄に落ちな。その後、彩子さんの結婚式に乱入しようとしたりさ子さんですが、警備員に止められても騒いだため、警察に連れて行かれたんだとか。 夜には、カイトさんの親族とリサコさんの親族全員の前で、ア子さんが何が起きたのかを淡々と説明したみたいです。リサコさんは大恥をかき、そのまま土下座でカイトさんの親族にお詫びをしたそうですよ。長いこと幼稚な意地悪を続けてきたしょうもないリサコさんは、それから親族にも呆きられ、縁を切られてしまったそうで、やっとまともに生きるきっかけができたのではないでしょうか。